どうも、ラブです。今回の動画は、カメさんって想像産卵ってあるの？という疑問になり、以前からお話はちらほら聞いていたんですが、なんと我が家のもんちゃん、6月3日に飼育水に産卵臭があり、あれもしかして産卵そろそろ近いかなと思っていたんですが、6月6日から拒食をしたので、そろそろ産卵近いかなぁと思いました。そして我が家では一応放卵している時は甲羅の中に手を入れて、まあ俗に言うハミ肉のところですね、そこから斜め上に指を入れると、放卵している場合そこで卵確認が取れます。それで指を入れて確認したんですが、全然卵がないんですよね。あれどうしたのかなと思って待ってはいたんですが、全然卵確認取れないので、もんちゃん卵がないからご飯食べていいよと何度か声をかけてみました。それが6月20日その後、6月22日にお話が通じたのか、急に爆食になりました。あれ、おかしいなと思い、6月24日に卵を確認してみると、左はちょっと確認できませんでしたが、右側に一つ卵がありました。なぜ想像産卵をするかはわかりませんが、ちょっといつもの産卵より個数も少ないし、去年の平均だとモンちゃんは約8個から10個くらい産卵しています。ですが今回の卵は4個でした。そして産卵する時の行動も変わっていたので、そのため撮影をしました。かなり長い動画になりますが、よかったら最後までご視聴よろしくお願いします。それではやっていきましょう。どうぞ。
いかがだったでしょうか。いつもの産卵だと順調に穴を掘って、そんなに時間かからず、全部で1時間くらいで産卵自体は終わるんですが、穴掘り作業も穴埋め作業もなかなか集中してできていないのか、まだ卵があるような感じがするのか、いつもの倍くらいの2時間ほどかかりました。そんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。もしこの動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。